名古屋駅から約30分ショバタステーション、ショバタ駅にやってきました。イエーイ。こちらはですね、吉報市の里というふうにも言われてまして、愛西市にございます。このショバタという名前、もともとはね、塩の畑って書いてたんですけども、織田信長のお父さんの信秀さんがですね、勝つ旗の方が縁起がいいだろうということで、ショバタと名付けたというふうに言われてます。で、今織田信秀さんと言いましたけども、ここはですね、吉報市のゆかりの地なんです。吉報市というと大人になって元服すると名前は、そう、織田信長さんですね。信長さんの生誕地は実はここショバタというふうに言われております。この近くにですね、ショバタ城があるんですけども、その前に駅前にとあるものがございますんで、ご案内したいと思います。あっち行きましょう。あそこ、あれですね、吉報市の里って書いてあるんですよ。愛西市吉報市というのは信長の幼名、ちっちゃい頃の名前ですね。あ、そしてね、全国的にも珍しい信長の銅像ってね、全国にたくさんございますけども、赤ちゃんの頃の信長の銅像があるのはここだけ。はい、こちらでございます。織田信秀と土田御前に抱かれた幼少期の信長。信長さんは1534年天文3年5月に生まれているということで、右がお父さんで左が土田御前。土田御前さんはね、あの信長の弟の方をより可愛がったっていうので、ちょっと家督争いのね、原因もなったというふうに言われてますけどね。はい、こちら見てください。これ信長さんの、あら可愛い、生まれたばっかりですね。この近くでね、ショバタ城で生まれたそうですよ。あら、吉報市可愛いですね。あとね、その親子3人の像の裏、これもね、いいんですよ。これ、ショバタ城の推定復元模型図です。ジオラマですね。お城ちょっと見てみると、これね、川がね流れてて、三宅川と日光川っていうのが流れてて、その三角地帯っていうの、川の合流地点に築かれてたらしいんですけども、見てください。これあのね、お城というと天守とか高い建物をイメージするかもしれないんですけど、信長が生まれた時代っていうのはまだ天守ないので、まあちょっとね、2階建てだとかちょっと高い建物で、中には基本的には御殿があったりとかというので、これも二重になってて、まあ、今イメージするようなお城よりもかなり小規模なもの、どっちかというとその鎌倉時代の武士の館とかに近い形かもしれない。こういったジオラマってずっと見てられますね。あ、千田先生が協力してますね。これあのお城の業界だと有名な先生ですね。あ、上には信長の歴史も書いてありますね。ショバタ城で生まれて吉報市、古渡城にて元服とね、これも名古屋市にありますね。そっからでーっと行って、最後は本能寺の変と。信長の人生がまさにここからスタートしたわけなんですけど、こっからね、ちょっと歩いていくとですね、ショバタ城の城跡がありますので、そっち行きましょう。行こう。さあ、ということでやってまいりました、ショバタ城跡でございます。イエーイ。こちらね、ショバタ駅からね、少しね、歩いて15分ぐらいかなのところにあるんですけども、こちらにはかつて先ほどのジオラマのようなお城がですね、ここに佇んでいたらしいんですけども、残念ながら今はですね、その城跡はなくなっておりまして、今はこういって地元の方々の協力によってですね、信長の生誕地を育む会ということで、石碑だったり案内板が建てられてます。僕も前回行った時、この辺りで草ぼうぼうだったので気づかなかったんですけど、あの奥になんかありますね、案内板。なんでしょう、これは石材図鑑によるとって書いてある。あ、石碑の解説。へえ、これなんだろう、なんだ、木槌。あ、ここに用意してある石碑の裏を軽く叩いてみてください。あ、木じゃねえんだ、文字が。これ木槌か。これ叩いていいんだ。冷静に叩く。なんでカタカナなんだろう。叩くと清々しいおにゃららがします。いや、大喜利みたいになってるこれ。なんだ、まあ音だろうね多分ね。あなたの音です。
なんだ、不思議なこと言うな。はい、これね、これの石はどっから来たの。あ、箱根から来てんだ。へえ、じゃあ叩いていいんだったら叩いてみる。失礼して。あの、ね、石碑の裏ってね、結構楽しみですね。歴史がね、しっかり輝いた石碑の裏ってね、結構楽しくてね、このお城の歴史とかね、しっかり書いてあるんでね。大正4年だから、だいぶ古い時に建てられてるんですね。じゃあちょっと失礼して。返しましょう。ありがとうございました。軽い音がしましたね。で、あとこのお城のね、楽しみ方、諸形城はね、こっち行きましょう。ほんとね、住宅街なんで、お城、建物ないのって方にはね、なかなか楽しみが難しいかもしれないんですけども、やっぱりお城というと楽しみの一つはどこら辺にあったかなっていうのとを考えるのと、あとはね、山川なんですね。山がね、山はね、こう、お城がこう攻められた時に逃げ込む山がね、設定されてたりとか、あとは川がね、天然の外堀として使われることが多かったんです。その名残がね、こちらにございますんで、ここはい、これ見てください。諸畑城復元図っていうのね、ここにね、橋に描かれてるんですよ。駅前のあのジオラマとね、同じデザインですね。ここはね、あの日光川といいまして、結構ね、こう並々とね、水量の多い川なんですよ。諸畑城は日光川と三宅川の合流地点あたりに築かれてたので、これがね、当時の外堀の名残なわけですよ。ただね、あの江戸時代からね、やっぱ川の河川工事、洪水が多いので、河川工事がね、こう何度も重なってて、実は諸畑城の多くのお城の敷地はね、全部今川になっちゃったんですね。なので名残を探すのが非常に難しい。ただやっぱり何度も言いますけど、感じてほしいのは、信長がここで生まれたというふうに言われてるということ。あとね、もう一個ね、実は隠れた石碑があるので、もう一個ご案内します。何が釣れるんだろう。1534年に信長が生まれているんですけど、お父さんの信秀さんはその時諸畑城が居城だったという説もあれば、一説によると名古屋城のところに、名古屋城が居城だったというふうに言われているので、実は信長が生まれたというのは諸説あるんですね。でこれがね、なかなか難しくてね、まあ、最近だともう信長はこっちで生まれたというのが説が有力になってるんですよ。信長のお父さんの信秀さんは1532年に名古屋城を手に入れて名古屋城に移ったっていう説と、もう一説は1538年っていう説があるわけですよ。32年説を取ると信長は名古屋城で生まれてるんですけど、38年に奪ったっていう説の方になると信長はこっちで生まれたっていう、このね、あの2つの説があるんですけど、最近だと諸畑城、これが有力になってますから、この諸畑城の後にある自治体、稲沢市と愛西市は信長の生誕地として今ね、 PR してるわけですね。石碑がね、住宅の中にね、あるんですよ。僕も結構久しぶりに来ましたけど、あ、これは橋の名前が城西橋ですね。城の西側にあるってことですから、まあ、この辺りね、お城でしたからね。あれどこだっけな、この辺りの家の中の敷地の一角に石碑があるんですよ。多分あれかな、あれだな、あった久しぶりに来た、ありました、石碑。このあの住宅の裏手にあるんですよ。いきなり石碑が現れるんですけど、あ、登り旗立ってる。いや、前来た時なかったんですよ。で、草がね、結構ボーボーだったんですけど、今 PR してるから綺麗になってんだ。お久しぶりです、お邪魔しよう。ここかな、あ、階段がね、よし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 
おお、久しぶりだ。あ、なんて書いてあるの。信長公生誕の地、諸旗城跡、築城500年。そっか、500年。諸旗城は1500年の初めに作られてるから500年。1519が一応こう地球上の年になってるのかな。見てください、織田壇上の中、平の阿孫、信貞、古城石と書かれてますね。永正年中、まあ、永正年間ですね、これ元号です。永正の時に1500年代初めに信貞さん、これはね、信長のね、おじいさんです。おじいさんがここにお城を築いたと。で、なんで気づいたかというと、川があるって言いましたよね。この川がね、対馬につながってるんですよ。対馬っていうと、この時代にめちゃめちゃ栄えた港があったんです。港で貿易で儲けて、この織田家というのは力をつけて信長につながっていくんですよ。その拠点がここだったんですよ。なので石碑にも織田壇上の中、壇上の中っていうのは織田家の官職名なんですけども、まあ、そこを一回飛ばしてもらって、織田で阿孫というのは天皇に仕える身分ですよみたいなね、その位です。なので、まあ、略すると織田信貞のお城があった場所ですよというのが、この石碑が言いたいことです。ということで第2弾は諸旗城回ってきました。やっぱお城巡り楽しいですね。だって建物もなくて、まあ、このお城に関しては痕跡もほとんどないのに、こんなにね、自分で発見できて楽しいんですよ。こんなコスパのいいね、趣味はないですよ。ぜひぜひ皆さんもですね、まあ名古屋に限らず全国にいろんな場所にお城ありますから、自分で発見できる楽しい趣味ですんで、お城巡りしてみてください。ということで次回はどこ行こうかな。明智光秀来年大河だしな。美濃の国、岐阜県、あ、その辺り行ってみたいな。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。